はい、 BGM が完全にバイクが通り過ぎた音。ようこそ、ゲストの皆様こんにちは、小田健です。今回も楽しいゲームを一緒にやってこうぜ。よし、はい、ということで今回ファットデュードシミュレーターっていう海外のホラーゲーム実況プレイやってこうかなと思います。で、このゲームさ、タイトル画面めっちゃ怖いじゃん。この曲とか、曲というか BGM、うん、一緒か。で、ファットデュードシミュレーターの意味が太った男のシミュレーターっていう意味で、完全にふざけにかかってきてます。はい、なんか僕のチャンネル多いよね。なんか笑いを取りに来るようなホラーゲーム。はい、基本的に僕のホラーゲームは怖くないです。僕の絶叫により。はい、ではやっていきましょう。スタートゲーム。どんな感じでふざけてんだろうね。ちなみにこれ60円で買いました。100円がセールになってて60円だからね。ビビったわ。なんでそこをセールにしたみたいな。はい、始まります。ふざけてんだろ、お前完全に。顔。山ん中でそのパンツ履いて、その体型はあかん。若干おはげだしね。はい。ということでやっていきましょう。はい、燃えろお前、とりあえずチャーシュー作ろう。これ火の前に行くと汗かいてんの、周りのこの雫みたいなの。テロ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 ってなってんだけど。お前なんで車に蹴り入れてんだよ。地形な車との距離。あっ完全にネタだわこのゲーム。なんか若干焚き火の火がなんか照らされて怖えわ。お前、お前が一番化け物だからな。はい、ということで。やっていきましょう。なんか怪物みたいな音するけど、この人から出てる音じゃないからね。なんだなんだ、あ、てかこれ操作ちょっとむずいな。こういう感じね。いきましょう。あ、ちょっと待って、試してみよう。あー、やっぱりこの人坂すごい遅い。さすがだな。てか走り方めっちゃ面白いな、競歩じゃん。なになになに、なんかドクドクしてる。なんだこの胸の高鳴りは。お前の初恋の人でも近くにいんの。あ、モンスターが近くにいるみたいな感じの行動かなこれ。どうなんだろう。あー、急に来たんだけど。めっちゃ叫んじゃった俺。不覚だわ。なんか変なやつ来たね、宇宙人みたいな。あいつもふざけた走り方してたけどな。え、何これ、襲われるの。てか左下のゲージ減ったな、体力ってこと。あー、マジびっくりした。ん？ん？何の音だよ。びっくりした。ちょっと待って、ギャップやばいなこれ。主人公ふざけてんのに意外と怖かった。ごめんな、怖くないっていうふうに思ってた人。まあでも出落ちだったから許してくれ。みんな若干笑ったでしょ。ダメだなこれ。ん？何これ。あ、 AT フィールドだ。なるほど、いけないのねこっち。わかりました。この画面ならあの AT フィールド侵食できそうだけどね。よし、行きましょう。これ山とか行った方がいいのかな。ちょっとあの高いとこ登ってみる一回。遅そうお前。もうちょっと頑張ってくれ。あ、登れないこれひょっとして。もう限界来てる。あ、限界来たね。この人の限界は早いです。はい、うん、この人下るときもう転がった方が早いでしょ。怪我というリスク付きだけどさ。はい、またドキドキしてる。このドキドキしてるときは周り警戒した方がいいね。多分奴が来るんだろう。どっから来るんだ。
俺が成敗してやる。来た瞬間こうだ。あいつが来た瞬間こうだ。オッケー、シミュレーションはできたよ。さあどっから来る。かかってきやがれ。暗くて全然見えねえ。あれか、あ違う、木だ、ちっちゃい木だ。これがさっきの化け物に見えちゃったわ。ドキドキもなくなったしね。これはドキドキを探せってことか。あれ完全に消えたな音が。あ来た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 、そこにいんのか。おいどこにいる、出てこい、俺が倒してやる。この家の中とか入れなかったしね。いたいたいた、おら。これでよかったのか。なんとなくさ予想ついたけど、やべ。こんなふざけた格好で化け物を蹴り倒す男初めて見た。どこ行った、あ来た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 、おらあいつ何、カッパなんだあいつ、はえはえ、おえおえおえ。ちょっと編集でさ若干明るいと思うけどね、俺かなり暗闇でやってんだよこれ。見えねえ、もう見えねえもん俺。どこ行った、でもこの辺走ってったよね。あ来いよ、おらおらおら、なんで逃げた、おら、俺も殴られたんだけど、おら、あ待って、え待って、これやられちゃった。やられたわ、オーバーキルだぞお前。俺ハガじゃねえんだよ。なんでまた映った、これわかってるよそんなの。さあ行きましょう。はい、2度目。あいつ許さねえからな、結構近くで蹴んないとダメなんだね。いやー意外とむずいぞ。あいつの元へ、お前の胸の高鳴りを聞かせろ。お前の初恋の人はどこだ。来た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 、おらおらこっち来い、ほらほら、よしよしよし、いいぞ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 。今上に出たゲージがあいつの体力ね。おうぞおうぞ、ほら来いよ、逃げても無駄だ。無駄じゃなかった。俺が遅すぎた。早いなあいつの逃げ足。近い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 、来い来い来い、こっち行こう。え見える、暗すぎて見えねえんだけど。来た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 、ほらよしよしよし、いいぞ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 、逃がすかお前、待て、下り坂は俺に任せろ。来るぞ来るぞ来るぞ、おらよーし、オッケー、ほらほらお前も全裸だろうどうせ。待てー、早い、坂はやめて、もう坂つらい。坂めっちゃつらい。どこ行ったの、完全に森なんだけど。かなりでも減らしたね相手の体力。来た来た来た、おらよし、もうちょっとで倒せる、お待ちなさい、ほらな。遊んでんじゃないお前ら、ほらオッケー。バグった最後。ハハハハ。
ザ・エンドで終わりか。頑張ったのにな。ああ、暑い暑い。はい、ということで今回ファットデュードシミュレーターっていう海外のホラーゲーム、60円のホラーゲーム実況プレイやってきました。セールで60円だからね、いつ100円に戻るか分かんないですが、皆さんもやってみてください。はい、ということでこういう海外の面白いゲームとかね、面白いゲームってなっちゃった。こういうホラーゲームとかバカゲーとか珍しいゲームいっぱいやってるんで、今のうちにチャンネル登録してください。これからもね、どんどんアップするんで。はい、ということで絶対もやってるんで、よければフォローしてください。はい、なんかにやけが止まんねえな。面白かった、すごい。60円じゃなくてもいいよね、もうちょっと高くていいよ。はい、個人的に面白かったです。ではここまでご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。ではバイバイ。